ダークエタコーおすすめ錬金のお時間です。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容はドラゴンクエストトレジャーズイベント第1弾で入手できる装備3種について効果考察やっていきたいと思います。では早速いきましょう。まずはこちらから、ニャゴスクロー A ランクの爪となっております。入手場所はイベントクエスト 1-4 で獲得することができまして、制限はなし。基礎効果は素早さプラス 17MP9 となっております。特殊効果にですね、ニャゴスソウルというものがついておりまして、 A ランクでは珍しいですね。自分の HP が 1% 以下になると耐技力回復力を上げる効果3ターンとなっております。戦闘中1回のみ発動、耐技威力回復力が1回だけ 15% 上がるという形になります。めちゃくちゃ強い特性かと言われたらそうでもないですけどね、ないよりはいいかな。ただね、これを発動して恩恵があるキャラっていうのがやはり 1% 以下ということで、 HP が1500あっても15以下にならないといけないので、どうしても不屈がないと厳しいかなとは思います。不屈があるキャラで言えばやはりニャゴスかヒュンケルぐらいですかね。キングレオだと回復してしまうのでこの特性は受けにくい。あとモナンハンターとか不屈つけてれば大義 A 特技を習得させれば恩恵がないこともないですが、まあ600が700ぐらいになったところでほとんどあんま意味がないかなと思います。ということで全部で23ありまして、銅の効果抜くと17、5種という形でございます。抽選数はニャゴスダイナミックプラス 7% が最大 21% の3つ、ニャゴスキック休み成功率が最大 12% の3つ、素早さがプラス45のデフォと合わせてプラス62が最大、攻撃力と賢さは省いておきます。ということで実際ね、こちらニャゴスを貫突してきましたので簡単に火力チェックだけしておきたいなと思います。特性としましては食いしん坊が HP が 100% の場合耐技力 20% 上がるんですけども、不屈が発動するときにはこの 20% は消えてますので若干シナジーは悪いですかね。そして不屈持ちで排水のニャゴス、戦闘開始時、行動開始時、復活時、自分の HP が 1% 以下の場合耐技力回復力を3倍と、これはヒュンケルの特性と同じになります。火力チェックしていきましょう。トガミ姫のリーダー特性、耐技力 10% をつけてニャゴスクローを火力 14% だけ持っております。そしてニャゴスソウルと排水のニャゴスを見ていきましょう。では出発する。軍神の笛入れて 15% アップ。とりあえず航空戦の物理だけどんなもんかな。航空戦、守備力高いから1090しか出ないですね。それではニャゴスダイナミックの火力ちょっと見てみましょう。プラス8です。威力いかほど。あ、2099、あ結構出ますね。ニャゴスダイナミック2729、あ結構ダメージ伸びますね。少年カミューでも思いましたけど大義のダメージがね結構最近高いです。あ、ヒュンケル死んじゃった。3ターン目とりあえずこんな感じで十字で当てていってで、ドガン2860、あ強いな。はい、ということでちょっと飛んできたんですけれども、ニャゴスが HP1 の状態で排水のニャゴス耐技3倍が発動しました。そしてニャゴスクローで耐技力 15% 上がっております。さあこのダメージだけ見ましょう。さあダメージはいかほどでございますか。ドガン4880、ほう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 、 A ランクにしてはかなり破格のダメージですね。ということでこちらニャゴスクローのおすすめ錬金としましては、 A ランクの耐技にしては結構なダメージ出ますので、ニャゴスダイナミック3つ盛り狙うのは全然ありじゃないかなと思います。ただね、ニャゴスを使う予定がない方、貫突にしない方、最悪素早さ3つ盛りでも全然いいかなと思います。今のところ特性恩恵受けれるのはヒュンケルのグランドクロスぐらいなんですけどもね、こちらは重要度星 3.5 ぐらいにしておきます。ミッション分の100連だけ最低でもやっていきましょう。ただね、単純に火力を普通に求めたいのであれば、こちらジャガークロー回っていうのがありまして、魔獣系の耐技 8% と抜群 4% がデフォルトでついてますので、こっちでも全然問題ないかなとは思います。今度のね、新しいスゴロク上でワンチャンニャゴス使えるかなという感じでございます。
では続きましてこちら行きましょう。トマソンの射傷棒 S ランクの帽子となっておりまして、防具でございます。入手場所はイベントミッションで獲得することができまして、目指せ最強トレジャー団ということで、報酬の中にトマソンの装備があるんですけれども、全部でね300ぐらい手に入りますので、無理に今回は集めなくて大丈夫ですね。錬金のしすぎにも注意しましょう。ただ錬金に関してはミッションねありませんので、たくさん錬金する必要もないかと思います。では基礎効果見ていきましょう。 MP がプラス14、守備力がプラス8、特殊効果が硫黄属性耐性プラス 5% となっております。これいいですね。硫黄属性耐性 5%、 抽選数が全部で21ありまして、銅の効果を抜くと15となって5種という形でございます。もう早速ねおすすめ錬金いこうかなと思うんですが、こちらは硫黄属性3つ盛り狙ってください。ここはちょっとね中途半端なこんな感じのハイブリッドは微妙かな。できるだけパーセンテージ上げた方がいいです。妥協ラインとしてはできれば2次金金ぐらいの 10% 錬金効果で狙っていただいて、特殊効果と合わせて 15% 属性耐性を漏れたらかなり大きいと思います。マックスはね最大 17% なんですけれども、こちら顔惑星の光のイヤリングっていうのがありまして、こちらでも硫黄属性耐性を盛ることができます。こちらでは最大 15% が限界なので、防具とアクセ両方装備させてあげると最大 32% まで硫黄属性耐性を上げることができるという形になります。ということで一応ね制限が魔法タイプ、妨害タイプ、補助タイプとなっているんで、主に誰につけていくかというところでは、通常ゼシカ、ミルドラース、妨害だと水着ゼシカ、あとお団子スライム、創造神マデッサ、ザボエラ、補助タイプだとローラ姫、トガミ姫、クインガルなど、この辺の 150% を 120% ぐらいまで耐性を下げることができる。ただね、そこだけじゃなくて、半減キャラとか激減キャラにつけても結構面白いかなと思っております。例えば、クエストに連れていくときにね、だいたい耐性相性がいいキャラを連れていくと思うんですけれども、 S ランクのねピックアップ1凸2凸ぐらいで使ってる場合、耐性が半減しかついてないと、激減じゃないから結構ダメージを食らってしまうという場合が結構あると思います。その低凸の半減 50% をこの装備で 25% 以上つけてあげれば、激減 75% まで3凸以下でも持っていけるという形になるんですね。なんなら激減4凸以上の 75% カット硫黄属性に対してさらに 25% 以上つけてあげれば硫黄属性無効になるかもしれません。これはねちょっと実際やってみないとわからないし、私装備ねちょっと限界まで錬金して作ってみたんですけども 22% までしかまだいってないので、それでも激減だと 97% カットになるかな。硫黄属性に関してはこれ結構ね面白いと思います。状態異常耐性をねさすがに無効にしたところであんまり使うところないんですけども、タクトは耐性ゲーですので硫黄属性無効にもしできたらかなりやばいんじゃないかなと思っております。さらにこの装備のいいところが、物理とか呪文、あと英雄系とか物質系とか縛りがないところがかなりいいと思いますので、重要度は星 4.5 つけたいと思います。ただね錬金の書に関しては素材を300以上もらえるというところで無理に使わない方がいいです。もうすぐね新しい都合6条が追加されますので、そちらのアクセサリー用に錬金の書は貯めておいてください。ゴールドがねどうしてもない場合は1枚ぐらい使ってもいいかもしれません。こちらなんとかね3つ盛り作っていきたいなと思っております。それでは最後3つ目いきましょう。こちら竜の探検青 S ランクの探検となっております。入手場所はイベントクエストの 2-4 で獲得することができまして、制限はなし。基礎効果は素早さプラス17、 MP プラス14、特殊効果が英雄系耐技力 5% となっております。類似装備で言うとミネアの装備フォーチューンダガーとかあの辺ですかね。錬金抽選一覧としましては全部で29ありまして、銅の効果を抜くと21しかないんですが、なんとね6種類あります。これちょっとね揃えるの難しいかもしれません。アースブレイカーが最大 24% の3つ、英雄系ギラ属性耐技威力がプラス 21% の3つ、英雄系耐技力が 12% の3つ、 MP が84のデフォと合わせて98の5つ、攻撃賢さは省いておきます。この装備に関しては重要度星 4.5 とさせていただきます。
おすすめ錬金としましては、まず少年カミュー所持の方、英雄系ギラ属性耐義力3つ盛りがいいと思います。もしくはギラ属性耐義2つと英雄系耐義1つ、そんなハイブリッドでもいいかもしれません。実際にね、こちらミネアのフォーチュンダガーなんですけども、基礎効果特殊効果同じで、錬金効果新悪魔のカード2つと耐義力 4% で、実際使ったことあります。無属性耐義もね同じくありますので、意外と使いやすかったりします。そして英雄系ギラ属性耐義をおすすめする理由なんですけれども、実際に少年カミューめっちゃダメージ出ます。こちらの動画ね、まだ見てない方はよかったらご確認ください。実際に使ってみて使用感を得た上でこの考察になっておりますので、耐性下げギラ弾と追撃、この威力を上げていけるっていうのはかなり大きいところかなと思います。今回のね新コンテンツ防衛戦においても、実際に少年カミュー使ってカンダタ銀ギラ戦で使いました。かなりいいと思います。そして少年カミュー未所持の方、手に入れる予定もない無凸で倉庫版の方に関しては、英雄系耐義3つ盛りないし MP3 つ盛り、この辺で作っていきましょう。装備がね多いので、やはり専用の方が使いやすいんですけれども、ハイブリッドではなくて3つ盛りの方が出番はあるかなと思います。英雄系耐義であれば二次金金ぐらいの 4%3%3% ぐらい作れれば 15% で使っていけますし、 MP ならプラス90以上普通に作れると思いますので、その辺で一旦作っていただいて、今後手に入れるかもしれないという方に関しては素材だけストックしておくのもいいと思います。という感じでいかがだったでしょうか。最近ねやはり耐義キャラが結構ダメージね出るようになってきましたので、装備考察も火力をねバカにできないなと思いました。参考になりましたでしょうか。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。